はい、こんばんは。こんばんは。12月21日、はい、10分遅れで開始しました、北千住アイドルビジネス研究所 MC を務めるのは私ライターの船山と笹井笹です。そしてもう本日のゲストはもういきなりねお座りいただいている、はい、ミストスポ2016 GP グランプリにしてハイカラ文化人形姉妹ユニット ロマンドロイドとして音楽活動も行う桜井夏さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。寒くないですか？大丈夫ですか、はい、入り口ちょっと開いてるけど大丈夫ですか？全然大丈夫です。え、らしいです。という感じなので、はい、このミスマッチ感、はい、いいですね。じゃあなんかもう簡単にちょっと桜井さんからの、はい、まあ、30秒とか1分ぐらいでいいので自己紹介をお願いできますか？はい、21世紀のセックスシンボルになりたい、はい、名古屋出身ミストスポ2016グランプリ桜井夏です。はい、よろしくお願いいたします。はい、今のねその自己紹介の中にもあったんですけれども、はい、冒頭にも21世紀のセックスシンボルになる、はいはいっていうねこの言い切り型の目標があってですね私そこにすごい桜井さんの、はい、まあ、決意というかプロ根性というかそういったものをすごい感じるんですよ、はい、なんだろうこの例えばね21世紀のセックスシンボルになる目標はなんか21世紀のマリリン・モンローですテヘペローとかそういうことしないで可愛くね媚び売らないで21世紀のセックスシンボルになるってこう言い切ってるところがね、はい、これなかなか言えないなって思ったんですよ。その辺のちょっとね、桜井さんのプロに対するね、まあなんだろう、根性と言いますか、ちょっとそういうのをすごい感じるので、それどういう意識で、はい、つけたのか、ちょっとお聞かせいただけますか？はい、そうですね、意識。はい、でもなんか、はい、今年になってから言い始めたことなんですけど、ツイッターとかにも言い始めたりしたんですけど、もともとのきっかけは何なんですかね。でも多分、ツイッターに画像を結構アップしていて、撮影会で撮っていただいた写真とか、はい、そのグラビアの撮影の写真とかを結構アップしていて、でなんかマリリン・モンローみたいっていうコメントが入ったんですよ。マリリン・モンローみたい、ほうほうほう、どの写真だったか忘れちゃったんですけど、はい、なんかその時にマリリン・モンローかって思って、はい、なんか急にそれでなんか湧いてきちゃってあ、要はそのファンからのなんかメールがコメントがきっかけということですね。はい、なるほどなるほど。え、それでじゃあもうプロフィールに書いてしまおうと、はい、それで自分がその表現する側としてもそうなんですけど、うん、もうもっと年齢を重ねて、はい、自分が露出とかをする側じゃなくなっても、うん、そういった象徴でありたいなというか、象徴でありたい、はい、象徴、そういうものを作っていきたいなっていう気持ちも込めて、もうセックスシンボル、おーなんか最近耳にしない言葉じゃないですかセックスシンボルってあんまり聞かなくなりましたよ ね、 ないですね。でもそれをあえて使ってなるって言い切ってるところが私すごいなと思ったんですよね、はいはい、うん、ありがとうございます。まあなんかそんな桜井さん最近は非常にこう、はい、シーウェーブ付いてると言いますかまあここで日曜日の、はい、どうぞどうぞ、佐々木さんどうぞ。あ、なんかよくお名前を拝見するなと思って、はい、ありがとうございます、はいはい、北千住にたくさん遊びに来てますね。はい、佐々木さんそれだけお名前を挙げてくるな。なんかまあ、ゲストさんは桜井夏さんですという連絡が来た時に、はい、すごく最近この桜井夏さんっていうこの文字を見ている気がして、はい、最近すごいいろんなお仕事されてる方なんだなっていうイメージがありました。ありがとうございます、はい、そのシーウェーブで、まあ、はい、月1で今までエロスの女神という番組をやっていて、はい、番組をやらせていただいてました。で、まあ、今回ちょっとこれゲストに出演いただいて、はいはい、そしてさらに今週末にまた別のものに出演されるという、はい、はい、日曜日、ガチンコナイト、ガチンコナイト、はい、はい、あ、いう番組に。ガチンコナイトどういう番組なんですかどういう番組なんですか？ガチンコナイトはもうシーウェーブ1、はい、もう下品で低俗な番組です。いい意味でですね、はい、これ褒め言葉ですよ、一応言っときますね。シーウェーブ1下品で低俗な番組に桜井さんがなんとなんとなんとレギュラーで、はい、25日から、はい、今までゲストで3回くらい出させていただいて、はい、毎回すごい楽しくてですね、うん、はい、いっぱい笑わせてもらってるんですけど、あ、本当ですか、はい、はい、
それでレギュラーなるみたいな感じで、レギュラーなるみたいな感じ で、はい、感じで口約束で、はい、いいんですかみたいな、はいはいはい、形で なることになっちゃいました。それな、番組の出演者から桜井さんに直にオファーが来たわけですか。なんか番組中に、番組中生放送中に決めてそこで契約がなっちゃえばいいじゃんみたいな、言うなっちゃえばいいじゃん、はい、みたいなノリでした。そこで2つ返事で OK と引き受けたってことですか。いいのかなって、自分いいのかなって思いました。なんかどういう役割で私は進めていけばいいんだろう。それに決まったと。シレブそういう曲です、うん、そういう番組です、はい。なるほど。でその何ですか、25日の放送というのはなんかこのお二人が、あ、はい、私ゲストで、はい、ゲストで、そう、でも、はい、はい、どういう経緯で笹井さんがそもそもゲストに呼ばれることになったんですか。24時間放送、はい、あのシーウェーブのあったんですけど、ね、その、はい、あのガチンコナイトにちょっと出させていただいて、はい、ちょっと私その時結構頑張ったんですよ。お酒飲んでますよね。はい、お酒飲んで飛ばしてたんですよ。はい、結構変わるんですか、お酒飲んで。あ、もうその時はすごい頑張ってたのは覚えてます。そうですね。ちょっとすみません、それちょっとスケジュアル、はい、そう、ちょっと今は、あ、昼じゃないですけど、昼の顔じゃないですか、わからないけど、早いからですか。はい、そう、まだ早いからちょっと、はい、健全な感じで、うん、はい、で、まあ、ちょっとその時に飛ばしていて、多分それであのゲストでっていうお話いただいたんだと思うんですけど、要は人、はい、簡単に言うと笹井さんのエロキャラがガチンコナイトの方向性に合致していたということですね。あれに合致、普段からあの合致してるってことはすごいなと思って、毎回あんな感じなんですね、すごいですね。そうそうそう、あれがレギュラー放送、あの、そう、その時のガチンコナイトって深夜の2時ぐらいから我々出たんですよ。でその時になんかテーブルの上にはなんか電話とかが置いてあって、あ、そう、ありましたね、うん、笹井さんがそれを機器としてこう手で触っていたっていう、楽しそう言ってますけどね。そういう番組に桜井さんも、はい、来週ね、25日からレギュラーになるので、はい、もうちょっとそこで本当にね、まずはガチンコナイトのセックスシンボルからっていうところじゃないですか。そうですね、まず、そうですね、まずガチンコナイト、うん、シーウェーブ、そして北千住のセックスシンボルになっていきたい、うん、あ、いいですね、北千住のセックスシンボル。拍手を送りました、ありがとうございます。笹井さん何をお話ししますか、はい、その25日当日は。そう、ちょっとあのね、飲んでいかないといけないな、飲んでいかないと、あの、はい、なんかあのセックスシンボルってすごい大変、みんなからエロい目で見られるわけじゃないですか。うん、なんか私もそのガチンコナイト あの24時間のやつに出た時に、まあ、自分のファンの方が見に来てくれてたんだけど、なんか私が普段あの言わないようなこといっぱい言ってて、なんかちょっと帰り目つきが変だったんですよ、その人が。なんか、ね、ファンから白い目で見られたの。いや、なんかね、いや車で来てるから送ろうかとか、ちょっとキモかったんですよ。はっと思って、そっち方面でですね。うん、なんかたまにあの私 あの仲間っていうか活動仲間のファンの人がちょっとおかしくなって、その私のファンの人、あ、私の友達、あの活動仲間に対してそのファンの人がついてこようとしたりとか、そういうのは聞いたことあるんですけど、ちょっと自分がそういうエロい話しただけで、なんかもう本当見つけがおかしかったんですよ。もともとおかしい人だったんですけど、なんかだ、それさ、これ一応 YouTube 残りますけど、はい、大丈夫ですか。いや、なんかちょっと個性的な方だったんですけど、うん、なんか送ろうかって言われて、はい、うん、ちょっとびっくりして、普段言わないと、なんかその、うん、ギャップというか、うん、なんか自分もいけるとか思うんですかね。多分ね、この距離っていうのはね、あるかもしれないんですよね、うん、すぐに演者とあるのがない、手伸ばせば届く距離なんで、うん、でその時笹井さんがなんかすごい話をしてたんですよ、うん、それはい、YouTube 上がってるの で、ね、上がってるんですか。私あれの分はなんか上がってないなと思って、なんかそういえば心霊のなんかあれスポットの、はいはいはい、そう、あれ、そう、一部映像残ってないって聞いて、あ、でも井上さんがあれを上げてくれましたので、そうなんですか、はい、いや本当にぜひあのタイトル何でしたっけ、なんか24時間スペシャルなんたらかんたらっていうのでありますよね、うん、本当にお父さんとお母さんに見られないようにしなきゃ。いや大丈夫です、はい、お父さんとお母さんそんなネットリテラシー高い、えそんなとこまで検索しちゃう。ああ、全然見ない人たちなんですけど、弟がまあ結構見るので、ちょっと言わないでね、もうね、あのね、連れ戻されたら大変と思って、あのまあそんな番組に桜井さんも来週から、はいはい、レギュラーとして晴れて、うん、毎週毎週大変ですよね。じゃあ毎週隔週ですね。あれは隔週なんですね、うん、日曜日の8時から10時の2時間番組で、毎回あのノリをずっとですからね、ゲストじゃなくて毎回隔週でずっとすごいですよね、うん、そうですか。
かね。でも私お酒があんまり飲めない、すごい弱くて、はい、あんまり飲めないので、なんか皆さんが飲んでいらっしゃっても私は多分シラフで、うん、シラフで下ネタって感じになっちゃうんですけど。でもね、桜井さんあれですよ、お酒飲んでなんか言うよりもシラフで知的な顔してエロいことさらりと言った方がやっぱ桜井さんの魅力につながると思いますので、アルコールの力に頼らないエロっていうキャラで、はい、いや飲んだらどうなるんですかね。逆にちょっとやばいんでやめた方がいいかもしれない。そう、そこでね、そう、やっぱ桜井さんといったら、はい、まあちょっといろいろねグラビアで、はい、まあちょっとエッチな写真とかいろいろ出して活動していますけれども、はい、ちょっとそこについてね、はい、まずは、うん、切り込んでいきたいかなと思っていまして、はい、どうでしょう井上さん、じゃあ、お渡しした画像ちょっと2枚ぐらいあるので、あの OL の OL の開脚の開脚 の, 開脚 の, のエッチな写真を大画面で、この間の番組とかでは使っていない写真、はい、見せていない写真を、はい、本邦初公開で、はいはい、じゃあちょっと電気消しますね、ちょっと待ってください。あ、これはエロいですね。そう、なんか膨らみが、うん、白昼堂々、スーツ姿でこれ胸から社員証を下げてリアルパンチラしてますけれども、そうなんです。これ何ですかコンセプトは。これ3秒ぐらいで撮りましたね。でも3秒の、なんかベビーカーを押してるお母さんとかが、はい、公園なんでいらっしゃって、はい、やばいやばいと思いながらパッて撮ってパッていなくなるっていう。でもそのやっぱり昼間っていうのと、はい、あとこの時他に撮った作品は、はい、結構オフィス街で、うん、ビルとかその無機質な感じのところで撮ってたんですけど、うんうんうん、これだけ唯一その自然の中でなんか、はい、開放的みたいな、自然の中でパンチラOL がパンチラですからね、あ、面白いなと思ってこれですね、社員証っていうのはこれはなんかこだわりがあるんですか。社員証へのこだわりはすごくて、はい、私が好きなんですよ、まず男性の、職業制服が好きで、はいはいはい、なのでスーツとかも好きで、はい、スーツでなおかつ社員証を下げて社員証をこうポケットに入れてる昼休みみたいなのが、うん、はいはいはい、もうなんかたまらないんですよ。え、それ結構珍しくありません？珍しいですか？あの社員証って結構なんか女性には不評なイメージがあるんですよね。なんかこうね、う、幼稚園児みたいな、なんかね、首から下げてる、うん、なんだろう、みたいなイメージで、仕事の責任感、責任感、はい、多分あの名前とか書いてありますし、はい、なんかセキュリティのなんかとこピッてやって入るやつじゃないですか、あります、はい、なんか近代的な感じで、あれ便所行った時とか顔洗う時とか手洗う時すっごいこうプランプランプランしてこう忘れるとね、めんどくさいんですけど、そうなんですね、なんか、はい、この紐が好きで、紐が好き、社員証よりも紐が好きってことですか、なんていうんですかね、なんとも、なんとも、でもその自分もこれわざわざ100均で買ってきて、はい、で中に入れてるのは私サテライト大阪っていう、はい、競輪とオートレースの場外車券売り場のイメージガールをやっ、はい、出していただいてまして、はい、その会員証が入ってるんですけど、サテライト大阪の会員証を社員証に見立てたと。そしてなんかこんな格好してるんで、はい、サテライト大阪さんからクレームが来ないか心配なんですけど、はい、ちょっと顔写真が入っててそれっぽいなっていうのを、うん、あれはもう桜井さんの顔でいいんですか、あの社員証のところに。そうです、そうです、名前も桜井夏って入ってて、うんうんうん、本当は会員番号みたいなはいはい、はい、のも記載されていたりします。ここで3秒ぐらいで股をパシャッと広げて一瞬なんで、うん、すごいあのちょっと戸惑いの表情も入ってるんですけど、あ、この顔っていうのはリアルなあれですか、ちょっとこう見られたらやばいみたいな、うん、やばいっていう、本当に演じた表情ではなく、なくですね、うん、お母さんたちにちょっと見られたら通報されるんじゃないかぐらいの、なんかね、こお子さんとかに見られたら何やってんのってなっちゃうんですなりますね、子供容赦ないですから結構それが危ないなと思って、これちなみにカメラマンはどなたですか。あ、カメラマンは、はい、先日の私の番組でも出演していただいて、はい、チェルノブイリひよこさんという方で、チェルノブイリひよこさんひよこさん、その人何人ですか日本人です、日本人そこ名前は深く突っ込まない方がいいんですか、どうなんですか、ひよこ先生、はいはい、うん、ひよこ先生にしましょう、はい、はい、すごい面白い方で、はい、本当にたまたまあのコスホリックっていうコスプレのちょっとセクシーな、うん、コスホリック、はい、あ、はいはい、コミケの、コミケの、ちょっとなんかジャンルが違うと言いますか、なんか、はい、違ったベクトル の,、はい、あのイベントがありまして、うん、そこで出会って、はい、なんか声をかけていただいて、で私が出しているロムが結構高速系のちょっと
もう縛られ系の、金箔系の、なんか縄で自分で縛ったり友達に縛ってもらったりできなかったので、もうガムテープでぐるぐる巻いてたんですけど、はいはい、それを見て、あ、なんかちょっと趣味が合うんじゃないかっていう形で声をかけてもらって、それがきっかけで、ガムテープでつながった仲間ってことですねそうです、ガムテープとかも大好きで、ガムテープ大好き、ガムテープ大好き、ガムテープどういうところが大好きですか、うん、丈夫で切れないとか軽くて使いやすいとかですか、なんかあの、はい、日常なんですよね、はいはい、なんか特別な道具じゃなくて、うん、そうだ、なんかね、つなげたみたいになっちゃいましたね、自分で、そう、なんか、はい、どこにでもあるというか、コンビニにも売ってるし、うん、お家にも絶対1個ぐらいあるようなもので拘束されてるっていうのと、うん、あと口塞がれるの好きで、あ、口塞がれるのが好き、はい、塞がれたことはないんですけど、はい、その自分が好きな、AV 作品とかで結構、口を手で押さえられてたり、はい、まあ、ちょっと見られたり聞こえたりしちゃまずいようなシチュエーションで、その声を出さないように抑えられてるとか、そういうのがめっちゃ好きなので、要はレイプものの AV が好きってことでよろしいですか？でもなんか終始、はい、無理やりじゃダメなんですよ、終始無理やりじゃダメと、はいはいはい、そうなんです、なんですか、なんですか、なんかちょっと最終的には、はい、一応やっぱ女性目線なので、はい、なんか最後まで嫌がって最後まで泣いてたら、うん、ちょっとなんか胸に痛んじゃうんですよ、はいはい、演技でも、はい、けどなんか最終的に本当はいいみたいなのが、いやよいやよも好きよ、あ、なんか、うん、分かる、途中で思わずみたいな感じですよね、が表現されてる作品はすごい好きで、笹井さんがすごい笑顔で今反応しましたけど、いや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 、あ、そういう経験ありますか、笹井さんは、いやいや、あ、私じゃないんですけど、そう、そういう作品がまあ好きなんですよ、作品が好き、はい、作品とかってね、あ、まあいいですけど笹井さんそんなビデオ見るんですか？好きな女優さんのやつを見たりとかします、はい、あの女優さん目当てで、どなた、あ、私今はあの高翔が好きなんですけど、でも昔あの、あ、知らないかもしれない、高木まりやさんとか好きで、で、あの今舞台女優とか、あ、高木まりやさんとか知ってます？え、なんか昔、名前わかりますよ、私、元アイドルだったのかな、じゃあ可愛いんですね、うん、可愛いです、で舞台女優とかやってて、今舞台も見に行ってお話ししたりとか、したことがあります、それくらい好きですね、はい、あ、意外と合うじゃないですか、2人さんが、いや、わかります、女優さん、うん、本当に可愛い方が多くて、うん、女優さん目当てで見ることも多いです、うん、私も、うん、そう、見た目とかだとあの桜真奈ちゃん好きなんですけど、あ、かわいい、そう、なんかでも作品見たんですけど、まあちょっとなんだろう、文章とかね、書く文章とか、あの、そういうのは好きな、そう、そういうのは好きなんですけど、なんだろう、ちょっと作品を見たらちょっとなんだろう、私のあれとはちょっと違ってた、あ、でもそういうのありますよね、うん、ありますよね、好きでも、うん、なんか私リオちゃんってわかりますか？RIO のリオさん、そうですね、はいはいはい、元ゆずきティナなんですけど、はあはあ、初めてアダルトビデオを見たのは、はい、彼女がきっかけで、はい、なんかそのセクシー女優さんなんだけど、すごいモデルさんみたいだなって思って、すごい可愛いと思って、はい、で、なんかすごいドキドキしながら、なんか8時間のを買ったんですよ、8時間のを買った、はあはあ、ベストみたいな、今までの、あ、まずはそこだと思って、どれ買ったらいいか分かんなかったんで、うん、しっかり8時間入ってるやつを、世代的に多分リオさんの世代ではないですよね、全然ちょっともうリオさんがあんまりどんどんこう、うん、まあまあもう活躍、うん、はいはいはい、なんか今結構モデルさんとか歌ったりとか、なんかいろいろ違った活動をされてて、インスタを見てるんですけど今、うん、そう、 で8時間の買って、はい、でその顔めちゃめちゃ好きなんですけど、うん、なんか作品としては可愛すぎて、なんか、うん、なんだろう、なんかもうお人形さんみたいな感じで、うん、なんかリアリティがないみたいになっちゃって、うん、ほうほうほう、好きは好きなんですけど、はい、なんか私はもうちょっと生々しい方が好きなのかなって、うん、もうちょい程よくブサイクな方がいいって感じですか？そういうわけでもないと、はい、なんかでも顔が可愛いから見てて楽しいんですけど、はい、その自分が興奮するかどうかって言ったら、あ、そうそう、そう、なんかただ可愛い可愛いと思って、はい、ね、男だったら手叩くんですか？ AV 見ながら可愛い可愛いって、うん、これ男から見たら相当変な光景ですよ。なんか、うん、私が男に生まれてこんなことを、はい、こんなことができたら幸せな人生だったなって思えるだろうなって思って見てるんですけど、うん、自分が興奮するのはまた別違っていて、なんか、まあ、女優さんものはそういう目で見て
企画ものの方をなんかもう興奮材料として見てるんで、あ、要はナンパを装ってワゴンに連れ込んで、あれやこれややるみたいな、めんどくさいこと結構省いてるやつが、あの好きですね、そういう意味では。あ、ちゃんとなんかこう用途別にあるわけですね、AV の種類によって。鑑賞用と実用用、かわいい、かわいい、眺める用と実用じゃないかな、使うための、ね、はあはあ、はい、そうなんです。だからちょっとそこはなんか男性寄りなんじゃないって言われたことがあったりして、はい、なので私は女性向けで今作られてるアダルト作品があんまり好きじゃないんですよ、はい、うん、私は個人的にはなんかその映画のように綺麗に撮ってたりして、なんかそれはすごいなって思うんですけど、なんかあの飛ばしたくなっちゃう飛ばしたくなっちゃう、まさに男の発想ですよね。余計などを飛ばして本番だけ見ればいいぐらいのこれがちょっと男なのかなって思い、はいはいはい、思ったりもしますね。笹井さんどうですか、非常にうなずきながら聞いてましたけど。いやいや、あ、本当になんかあのちょっとね、あの思考が私とあの合ってるなと思いました。嬉しい、はい、嬉しいです、うん、それだけです。なんかいいのかな、この番組でそんな話をしてとか。いや全然いいですよ、この番組はそういう話をする番組なので。本当ですか。あ、本当なんかガチンコナイトに出た時の気分になっちゃった。え、なんどうぞどうぞ、ぜひ。なんだろう、まあ、私もあの、まあ、時々見るんですけど、まあ、時々っていうか、まあ、女優さん目当てで見るんですけど、うん、なんだろう、あの女性向けに作られたのって私は見たことがないんですけど、うん、でもなんだろうな、やっぱりあの男性向けのやつでもなんか最初のなんかいくら好きな女優さんでもなんかこう最初にちょっとなんか可愛い感じでなんかなんていうの、その行為の前になんかいろいろあるじゃないですか、ちょっとなんか木陰から顔出したりとかなんかいろいろ爽やかな感じ、そうそうそう、なんかその数分間が、はい、そんなのあるくね、よくわかる、あ、よくわかる、今でもある、今でもある、なんか爽やかな、うん、なんか元アイドルの人とかが出てるようなやつで、はいはい、まあ最初の数分間とか、そうそう、あるそう。 でも私ね、そこ好きな女優さんのはずなのにすぐ飛ばしちゃうんですよなんか、うん、あのちょっとこれはいいからって後で見ようと思うんだけど、やっぱそこは見なくって飛ばしちゃって、いつもなんか肝心なとこしか見ないです、うん、肝心なとこどうですか、肝心なとこ、まあ絡みですか、そう、なんか会話とかも男優さんと会話してたりとかするところあるじゃないですか、それもちょっと邪魔だから飛ばします、うん、はい、あ、そうですか、はい、私結構ね絡みとか見るの好きなんですよ、うん、最初 の、 あのなんかインタビュー形式、見ます、見ます、そこは、そっから見ます、私は、うん、なんか見た方が、うん、その私は個人的にはあんまりすっぽんぽんってエロくないと思ってて、うん、はいはいはい、なんか服を着ている状態で本当に、うん、外を歩いてて、うん、で、まあ、声かけてその服を脱ぎますみたいな過程が、あーってまた拍手しちゃうとワクワクって感じなので、はい、なんかそうなんですよね、飛ばすけどあんまり長く喋ってると飛ばしちゃうかもしれないけど、あのもういいよ、ちょっと見たいですね、その服着てる状態の、はいはい、街歩いてる状態とかもなんか比較したいみたいな、でも最近なんかそういう露出系の AV って昔に比べて俺だいぶ少なくなってきたなって思うんですよ。うん、そうなんですかね、昔結構なんかむちゃくちゃ10年ぐらい前ってとんでもない露出のやつあったけど、今なんかその辺だいぶ、うん、抑えめになってきてるのかなっていうのはちょっと思うところで、でね、まあ、お二人 AV 見るって言うんですけど、その AV はどうやってどこから調達するんですか、はい、それがね気になるんですよ、男としては。気になりますかあれどこで、普通になんかネットでサンプルとかダウンロードとか買ったり。でも今は、DMM さんとかでサンプルももちろん見れますし、はい、うん、あの好きな女優さんのはなんか課金しないとすごい、あの、うん、AV 業界がもっと、私はもっと少ないんですけど、もっとかなんて言ったらいいですか、活気あふれてほしいので、うん、はいはいはい、なんか課金しようと思って、盛り上がってほしいからちゃんとお金を出して、そう、お金を出そうとは思っていて、うん、なので無料じゃなくて一応ダウンロードで数百円とかですけど、うん、したりしてます。素晴らしいですね、このあとランキングが出るじゃないですか。あ、出てますね、はい、ランキングが出て、まあ、今安くなってるやつとか結構上の方に来ちゃうんですけど、うん、そういうのを抜いて何が見られてるんだろうとか、あのお気に入り登録数みたいなのとかも出るので、うん、なんかみんな何が好きなんだろうなって思いながら、うん、そのパッケージを見たりとか、パッケージを保存したりとかスクショしたり、いや初めて見ました、私以上に DMM を使いこなしてる女性っていうのは桜井さんが初めてです
すごいな、すごいんですよ、リアルタイムなので。じゃあ今日も帰ったらこれから DMM チェックして。でも寝る前ですね、大体寝る前に、寝る前にゴロゴロしてる時にブログ書いたりツイッターやったりしてる中に、その間に実は DMM 見てるとDMM で、そうですね、サンプル見たり、なるほど、なんかでもリサーチしてるつもりでいて、自分では、リサーチっていうなんか言い訳をしつつエロ動画を見たいっていうところですよね。好きだから見てるだけなんですけど、でもそのパッケージとかの中にもサンプル映像の中にもヒントがあって、はい、私はそのセクシー女優さんではないけど、あこういうのめっちゃいいみたいな、そのあこれにじゃこういう服着せたらめっちゃいいじゃんとか、はいはいはい、その次する撮影のちょヒントというかにしようと思って、めっちゃだから画像フォルダにすごい AV のパッケージがブワーって入ってたりするんですけど、いつかそれ大公開してほしいですね桜井夏の画像フォルダっていうのを。そうですね、だから OL のさっきの写真とか撮る前もかなり OL もののアダルトビデオ作品のパッケージを保存しまくったので、その時はもうここ一面、電車でパッて画像ホルダー開くと隣の人がちょっと引くぐらい、でも引いてるのを感じる時があるぐらい隣に人がいて、そういうの見るんですか、そういう画像のページ。おじさんとか見てますね、なんか女の子がこうやってなんかこうやって見てる人とかいる、なんか後ろにいたりしてなんか気づかずこうやって見てて、目が合ったりするとなんか会釈しちゃいますけどまさになんかそれ、そっからなんかAV のストーリー入ってますよね、それね。電車の中でエロ画像を見てる子を見っけて自分とこ連れ込んでなんかやっちゃうみたいな感じありますよね。でもそうなっちゃうかもしれません。してないですね。大丈夫です。そうですか。そうですか。大丈夫でした今のところ。それは何よりですけれども。いやいやいや、佐々木さんどうですか。こんなに AV の話が合う調整って多分なかなかいないと思うんですよ。ちゃんと DMM で課金とかしてらっしゃるんですね。私は無料のやつをすごい探すんですよ。私と同じタイプ。いっぱいあるんですよ。前は DVD 買ってたんですけど。あ、FC2 も。あと X ビデオとか見ないですか。なんか X ビデオということが出ました。X ビデオ。それは井上さん大喜び。あ、本当ですか。なんかね、会社でもね結構有名だと、なんか私がそういうの見てるっていうのを、どんな会社ですかそれ見てるっていうのを、会社で X ビデオが有名見てるっていうのをひた隠しにしてた頃に、なんか一人でそういうことするのとか、なんかセクハラまがいのことを聞いてくる男の子がいて、ねえ何見んの X ビデオとか、すごいなんか仕事してる時に横からヒューヒュー言ってくる子がいて、私それに反応しちゃって、えって言って振り返っちゃって、あ見てんだ X ビデオっていうから、それ私前の彼のなんか何ブックマークで知って、で自分も見るような待ってください、ちょっと待ってください、そこまで明けっぴろぎに自分と X ビデオのねやれすめを言われてもね、携帯か何かパソコンですか。パソコンです。なんかそう浮気とかしてないかなと思ってチェックしてたら、すごいなんか X ビデオばっかりなんですよ、履歴が。健全ですね、浮気はしていなかったです。そう、 X ビデオだらけじゃんと思って、でそこから私も見るようになって、で私が見てることがバレて気持ち悪いとか言われたんですけど、見ることがですか。そうそう、気持ち悪いとか言われて、まあでも女が見ちゃいけない、男はよくと女が見ちゃいけないってないし、なんかいろんな なんかシチュエーションがあって楽しいです。なんかコンビニの店員がなんか客に襲われたりとか。あ、でもそうシチュエーションはいろいろ好きで、その私は職業制服が好きなので、職業そのものも好きで、その設定感が好きで、お客さんとその店員さんの関係だったり、そう駅員さんとその乗客の関係だったり。なんかタクシーとかもいいな、今思いついたんですけど。タクシー危険ですねそれも。今思いついちゃった。そう、結構駅員さんと酔っ払いの終電間際の女性とかはすごい妄想してたりするんですけど、連れ帰るシーンから始まって、いいなと思ってたんですけど、タクシーとかもいいですね。タクシーとかもいいですね。結構よく見るのは普通にマッサージ系、ありますね。日焼けサロンとかありますね。はいはいはい、日焼けサロン、整体師。そう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 。でもう本当に白衣着てて、で最初からなんかそのエロエロおじさんで来ないところが、紳士的なところから来て、そうなんですよ。そう、はいはいはい、なんかもう、もう触ってよって思うぐらいこっちが触らないみたいな、ギリギリのところでずっと、そのじらしの攻防がたまらないってことですね。そうなんですよ。だから好きです、そういうのも。なんか職業系そう、職業系で思い出したんですけど、私ね前どっかのネットの書き込みで見たのが、
AV、要はコンビニを舞台にした AV の制服って、うん、なんで必ずローソンみたいなやつなんだって。そう、ローソンだった私みたいな、ね、必ず青と白のねストライブ、うん、なんでローソンなのっていう書き込みを見て、あ、本当だって思ったんですけど、うん、誰かこれの答え知ってる人ってお客さんとか。ローソンがなんか関わってるんですか、多分ローソンっぽいデザインですよね、白と青でストライプで。コンビニのイメージがあれが一番近いんですかね、どうなんだろう。で、私も確か言われるとコンビニの AV とかで絶対店員着てるのはローソンを模した青と白のストライプなんですよ、うん、全国的あれ何なんでしょうね、店舗数とか。そう、ローソンはなんかね、うん、47都道府県に全部出店してるみたいなんですよ。なんかそれかもしれないですね。みんなが知ってるみたいな、うん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 、意外とちょっとそういう理由かもしれないと。面白い、うん、そういう感じですけど、どうですか、もうお二人 AV のことはもう話し尽くしました。え、いや、それは止まらないんですけど、うん、止まらないですか、うん、あの時間がありますから、はい、じゃあちょっと話題変えましょうか。はい、ガラッと爽やかな話題、はい、あ、今のね全部台本ですから、はい、別に私の意思で話したわけじゃないです、うん、らしいです、らしいです、はい、台本ということです、はい、そうですね、はい、で、まあ桜井さん AV 大好きな桜井さんですけれども、まあ音楽活動も今、うん、まあやられているということで、はい、ちょっとその何ですか、ユニット名が、はい、ロマンドロイド。ロマンドロイド、はい、これ何、はい、でしょう、コンセプトというのはどういうものなんでしょう。はい、大正ロマンをコンセプトにしてまして、はい、で、2人組のユニットなんですけども、はい、はい、全然私と活動のジャンルも、はい、内容もベクトルも、はい、まあ、なんか違うイメージも違う2人でやってるんですけど、はい、ちょっとじゃあ井上さん、それの PV ね、30秒ぐらいのがあるのでちょっと流していただけますか。はい、始まりました、ロマンドロイドトレイラーびっくりした大ジェストですね。ほう、はい、なんかいきなりスピーカーから割れたような音が出てきてちょっとびっくりしたんですけれども、ね、これ攻めましたよね、だいぶね、この曲どうですか。そうですね、普通20代の女の子2人が組んで大正ロマンっていうのをテーマにしたら、なんかこれちょっと例えが古くて申し訳ないんですけど、南野陽子さんが出たハイカラさんが通るとか、うん、桜大戦みたいな、うん、どっかにやっぱこうね、視聴者相手に媚びを売る的な要素があるんですけど、これ見ると全然なんか媚び売ってないですよね、相当尖らせましたよね。曲は特にそうですね、うん、ただその作詞作曲は、はい、お任せしまして、はい、でも上がったものを聞かせてもらって、うん、あ、他にないから、他に被らないからいいんじゃないかってことで、うん、でこれで行こうってなったんですけど、でこれ何ですか、池袋のタワレコ、あ、そうです、今の時点ですと池袋のタワレコード限定で、うん、タワレコ限定、そういったことできるんですね店舗限定っていう。そうなんです、うん、はい、限定で、はい、リリースイベントも3回やらせていただきまして、はい、うんうん、はい、ロマンドロイドと、なこれはもう結構エロを封印してますよね、うん、これはそうですね、もう一人の子に失礼がないように、はい、一応それは気を使ってやってるわけですか。あ、セクシー系の人じゃない、全然違うので、なんかそうですね、むしろその私と組むことで彼女のファンはなんであんななんか下品なこと組んでるん、あんな下品なこと思われてるんですか、大丈夫かって思われてるんじゃないかと思うぐらい、そう、本当にファンの層が、そう、露出を全然しない肌を見せをしなくて、本当に可愛い感じで、ね、うん、活動してる、可愛い感じで、本当に可愛い活動してる子なので、うんうんうん、そう、なんか意外性はあるのかな、まあ、意外性ありまくりですよね感じです、うん、でやっぱなんかね、うん、このね、媚びを売ってない姿勢っていうのが、うん、冒頭に言った桜井さんの21世紀のセックスシンボルになるっていう発言とやっぱ被るんですよ、うん、全然こうなんかこう、うん、下手に出ないでやりたいことボーンって言ったりやったりするっていう、うん、そのなんかね、思いっきりの良さみたいなのね、うん、すごいね感じるんですよ、私は。なんかもう本当に被らないことが大事だなって思いまして、はい、うん、被らないことが大事、本当にそのグラビアをやってても、すごい
すごい可愛い人なんてグラビアやってない人でも一般の人にも電車乗っててめちゃめちゃたくさんいて、うん、でスタイルいい人もいっぱい大きい人もいっぱいいて、うん、なんかそれだけで戦えるわけがないので、うん、どうしようと思った時にその芸能人っていうぐらいだからタレントっていうぐらいだからなんか他の人はできないことをしなきゃいけなくて、うんはい、その隙間を探して隙間をこうやってる状態なんですけど、うん、どこが当たるかわからないけど、うんうん、縁があってやるお仕事に関してはとことんやろうかなっていうことで、うん、グラビアに関しても、まあ、実際自分が好きっていうのが大きいので、うんはい、いや素晴らしいプロの姿勢ですよまさに隙間を探してこうねできることはやっていくっていう何が当たるかわからないから出尽くしてる感もあるんですけどねなんかじゃあお尻って言ったらこの人だとかおっぱいが大きいって言ったらこの人だとか可愛、うん、いって人はこの人だとか、うん、もう出尽くしてるんですけど、うん、その中でプラス何ができるかみたいな、はい、グラビアプラス私はこれができるっていうのを探してる1年間だったんですけど、うんうんはい、でもそれが今ようやく確立しつつあるそうですねなんかこうやってこういう番組とかに出させていただくのもすごい嬉しいですし、はい、こう喋るお仕事を来年もっともっとやっていきたいなと思ってます、うんうんうんはい、じゃあちょっと来年のステップアップということで、はい、でも桜井さん毎回あれですよね露出高いですよねシーウェーブの番組でもそうなんですかね喋ってると熱くなっちゃうんでなんかあ抜きたくなっちゃうタイプですかあらしいですというところもありますなんか戦闘服というか戦闘服水着になるとなんか頭の回転も良くなるみたいな、そうなんですか頭の回転が良くなる、はい、スイッチみたいな、はいまあ、多分その職業制服の話じゃないですけど、はい、仕事着を着るとなんかスーツ着るとシャンってするみたいなのに近いかもしれないですね、はい、なんかやるぞみたいな気持ちこれが桜井さんの職業制服と見てよろしいですかそうですねじゃあ制服だから別に、ま、おとなしい方ですねあ本当ですかじゃあこれどこ見ても大丈夫ってことですかこの距離で大丈夫です全然大丈夫ということですかでもなんかそうなんです普段こういう感じなので、はい、なんか恥ずかしくないのかって思われがちなんですけど、うん、恥ずかしいは恥ずかしいんですよ、うんうんうん、そうそれねやっぱね重要なんですよ恥ずかしさがちょっと感じさせながらエロい格好してるって、うん、堂々とエロい格好されてもやっぱりそれは見てる方としてはでもそれがあって、うん、そうなんですよ、うんうん、そうだからなんか恥ずかしさは失わずにいたいなみたいな感じでいます素晴らしいですねで桜井さんのそのエロキャラっていうのはいつぐらいからこうあったんですか、はい、目がどのぐらいから、うん、どうなんでしょうかでも本当に高校生の高校生時とかにあの学校の先生とかから、うん、多分それはエロいとかではなくて多分老け顔っていうか老け顔大人っぽくて、はいなんか一人でコスプレみたいだなとかなんかそういうお店の子みたいとか先生に言われるとんでもないコスプレですよね今考えたらねそういうお店ってどういうお店ですかと そういうお店の子みたいだねって言われるっていうのがなんかでもまあ普通にその先生とコミュニケーションも取れてたので、はいはい、別になんか冗談っぽくだったんですけど、はい、なんかどういう意味なんだろうって考えたりしててで一回OL とかやるんですけどその後に AKB さんのコピーユニットで活動を始めた時に、はい、その当時16人組でやったんですよ、うん、16人で踊って歌ってみたいな形でやっててその時にそのセンターの子がほとんどプロデュースというかフリーだったのでなんか女の子を集めたのもその子で、はい、何やるかとかポジションとかもその子が決めててその時に、うん、ナッチはあその時に初めて桜井夏っていう名前になったんですけど、ナッチはもう桜井夏芸名だった。芸名です。身分証は桜井夏ではないんですけど、そうナッチはもうセクシーキャラだねみたいな言われて、うん、なんかまたそうやって言われたなって感じがして、うんうんうん、その繰り返しでどこに行ってもなんかユニット組むと、はい、エロいお姉さんキャラとか、うん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 、セクシーキャラって言われてきて。なんでそうって言われるんだろうって思ったら、うん、自分のでも中身がちょっと人と違うみたいなことに気づいて、うんまあ、多分分かんないですけど、はい、エロい方なのかなみたいな、うん、でそれが、うん、エロい方なのかなみたいな、はい、でそれが出てるのかもしれなくて、うん、なんかそうって言われるんだったらじゃあとことんそれをなんか突き詰めてってもいいんじゃないかって思い出して、うん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 、
それで行くようになりました。じゃあもう原体験は高校生の頃に先生からそういうお店の人みたいって言われたのがあると、うん、そうですね、遡ったら本当にありますね、そっから。でもよくそれをね突き詰めていこうってこうプラスに転換できましたよね。それ結構コンプレックスになっちゃう人って ね、うん、いそうな気もしますけども、ね、受け取る側の、ね、うん、解釈の仕方次第でヤフーニュースのトップとかになったりしてその先生解雇とか ね、 そうそうね、危ないですよね、うん、そうですよ、そうですよ本当に、うん、そうです。でもなんか途中から嬉しいって言ったら変ですけど、でもその自分が人を好きになるときに、うん、なんか少なくとも私はなんかそういう男の人でもセクシーだなとか、なんかそういうなんか極端に言ったらセックスしたいなみたいな気持ちで好きになったりするので、うん、だからそうやって言われるってことはなんか好きな人とかに言われるんだったらそれすごいいいことじゃんみたいな風に思って、そう、なんかすごい西洋人の考え方だなって今ちょっと思いますね。でもなんか体が先に来るというか、体が先に来る、本能的に来る、本能的になんか体が反応すると、うん、そうなんですよ、熱い、あ、そういう意味か、なんかちょっと今違う、どういう違う意味ですか、でも どういう意味ですか、なんかでも多分合ってると思います、本当に、あ、でもなんかこれってあんまり女の人じゃなく男の人がしますよね、これでもそう、男の人なのかなって思ってて、そうそう、うんうん、え、なんかこれ言っていいのかな、でもこれからガチンコナイトのレギュラーだから言ってもいいかな、言いましょう、はい、言いましょう、どんどん言いましょう、なんかまあその男の人も体が反応するじゃないですか、はい、で、まあ、女の子って多分少女漫画とか見たら、うん、あ、胸がキュンとするみたいな、うん、なんかドキドキするとか、うん、じゃなくて私子宮なんですよ、子宮が反応する、わかります、はい、なんかジェットコースターの時にあの下がってくちょっと似てないですか、ちょっと似てるかも、ちょっとなんか、はい、ここら辺に、うん、多分まあ子宮なんでしょうね、がなんか子宮がキュンキュンするんですよ、そう、あ、わかります、子宮がキュンキュンする、はい、そう、これをあんまり人に言ったことがなくて、うん、本邦初公開なんですね。そう、なんかそれが私の恋の始まりなんですよ。ほー、子宮が反応したらフォーリンラブと、そうです、そうです、でもなんかありません、あ、ないか、子宮はないと思いますけど、メイン男性なので、子宮は男性はね、また別の期間がなると思うんですけど、うん、そう、別の期間になります、はい、でもなんかそれは結構ナチュラルなことなのかなって、うん、子宮ってキュンキュンするもんなんですね、キュンキュンするんですよ、なりますよね、私は恋の始まりじゃないけど、そうそう、うん、あ、恋ではなかった、あ、恋っていうか、あの、なんか本当に純粋にその人が好きだみたいな、可愛いなとか、そういう内面で好きになる場合と、そういうなんかそういうセックスアピールじゃないですけど、ちょっとなんか そういう行為をしてみたいなって感じ、好きになる人と二通りに、別なんですか、あ、でもなんかまあそのそういう行為の人ともやっぱ性格があったら付き合いたいなってあるんですけど、そういう行為の人は、まあ、別にしてないですけど、なんだろう、まあ、妄想とかして、うん、その時にしますね、なんかすごい、はい、そうですね、ま、はい、もうほんとすごい、ちょっと終わった後もちょっと喋っていいですか、はい、ありがとうございます、え、なんでそんな言われるなんて、すごいなんかわかります、はい、そう、はい、なんか妄想でする時に、はい、その人出しますよね、はい、なんて言うんですか、うん、そう、その人を出します、それがなんか、うん、あ、じゃあ今日この人にしようみたいな感じでするわけじゃなくて、そう、なんか自然にその人なんですよ、そう、うん、で、その時に、あ、この人好きなんだろうなみたいな、で、うん、それで寝ると夢に出てくるんですよ、あ、いいですね、すごいいい夢が見れます、おかずにした男性がそのまま夢に出てくるということですね、そうです、いいな、でも男性はどうなんですか、いや、私その能力ないです、でも男性ってなんか、うん、でも聞いたことしかないけど、なんかそのあんまりこの人っていう本当に脳内で目つぶってそういう風にできなくて、うん、そういうそれこそDMM とか、うん、DMM に頼ってしまう、はい、そういうのを視覚的に見てじゃないとなんかあんましできないみたいな、いや、そんなことないです、そんなことないですよ、そんなことないです、なんか目を閉じてなんかうっとりできます、なんかうっとり、あ、目を閉じてうっとり、声入っちゃう、なんか喋ってくれそうになったけど、うん、声入っちゃうけど、どうですか、喋ってくれそうになったって、いや、半分眠ってる時に、あー、そういうことか、半眠状態、半分眠ってる時にイメージするといい夢が見られると思う、わかります、わかります、わかりますか、うん、え、男なのかな、うん、かもしんない、男なのかな、ね、これでも女子ほんと100人ぐらい集めて聞きたいですね、うん、やりますよ、やりますよ、100人集まればかなり収入入りますかね、これも入るので、うん、ワロップ、ワロップあるから、出演者が100人ですけど、うん、
ワロップ借りてやりましょう。場所変わって、うん、あのセキュララトークに参加してくれる女子100人みたいな。ねえ、やってみたい本当に。いやちょっとなんか今ね思いもよらず2人意気投合しましたけど、でも私こんなぶっちゃけたのは初めてで、シーウェーブが それまでそんな話、うん、こんな話したら怒られちゃうとか、もう怒られちゃうって、まあ、家族にね、大丈夫ですかね。まだまだ保護者の目が気になる感じです。あ、気になりますね。気になってしょうがない。なんか連れ戻されたらどうしようと思って、でも今日はね台本なんで、うん、そうですね、私が書いた台本なんで、はい、そう、それをちょっと、うん、あの暗記してね、今頑張って頑張って喋ってます。まあね、そんな感じでなんか、いやいやいや、お、なんかいいね関係になりそう。なんかみんなそういうことを考えてるんだっていうのを思って、ちょっとほっとして、ちょっと私会社の中でちょっと異質な存在として見られてて、そういう面 でも多分少数派ではあると思う。少数でもあると思います。そう、でも私も普通にすごい変な話だけど、友達とかに普通にそういう話はもうしなくて、うんうん、私もしないです。なんか友達に誰でもするって言ったら、ちょっとそこ、うん、それはそれでも残るのに、うん、その誰が見てるかわからないのに、うん、でも、うん、こっちだとなんか話せるみたいな。話せますか。話せますね。この間もなんかまたちょっと意気投合したグラドルの方がいるというお話を。そうなんですよ、はい、なんか合わせていただいて、はあはあ、どなたと。浅野さん。浅野さん。浅野さんではないですね。守さん。はい、守さん。守さんって言うと、はい、あの男みたいになってしまうので、守る浅野さんと、この間守る浅野さん、はい、浅野ですね。浅野さん、うん、お酒飲んでます、はい、大丈夫ですか。うん、なんかどんな話をね、私もちょっと横にいたんですけど、はい、あの結構今日みたいなね、今日ほどではないけれども、それなりのエロトークをいろいろしてましたよね。あ、でも結構、うん、結構あの、はい、好きな感じ、好きなグラビアとか、うん、シチュエーションとかが、うん、結構合う人って少なくて、はい、本当に少ないので、はい、嬉しかったですね。どんなお話をしたんですか。どんな、あ、でもやっぱりそのさっきもちょっと言っちゃったんですけど、はい、すっぽんぽんはエロくなくて、うん、なんか服着てるのが好きっていう話をしてて、なんか服着てって人が脱げてるとか、あとすごいすごい一致したのが、あのパンツが足にかかってる。あ、パンツが足にかかってる、はい、だからワンピースとかで、うん、はい、いやその撮影の時に、はい、そのアンダーとか、うんうん、もしかしたら普通にパンツとかは別に履いてて違うパンツが足にかかってるだけかもしれないのに、足にパンツがかかってると、うわー履いてないんだってなるじゃないですか。あ、はいはい、確かになります、ね、それはいいみたいな話で、すごい盛り上がって、そうなんか、たまたまそういう系の作品を撮りたいみたいなお話をしてて、うん、いや足にパンツ分かりますみたいになって、私もそういう作品を、その浴衣をはだけてる作品でわざと足にかけたりとか、その DVD の作品でも足にかけてていいですかとか自分から言ったり、うん、なんかもうそれ脱いじゃってって感じで、こう流れ作業的に DVD とかだとたまになっちゃうんですけど、うん、これちょっと足にあった方がいいと思うんですよって言って足にかけてるとか、そう、もし私の DVD ね見たことある人はパンツかかってるかチェックしてます。車の中のシーンですね。車の中で。今日は足にかかってない。今日、そうですね。今日は足に、そうですね。やってこればよかったな。これこういうトークショーでここにパンツかいたらエロいですよね。エロいですね。あいつ何考えてんだぐらいにね思われますけども。ですね、スーパー事情ですね。ね、今度ガチコでやってください。入場してくるときに。なんかあれですよね。黙って普通にパンツをかけて普通に出て言わずに。うん、なんか気づいたりなんか言ってくるかみたいなモニタリングみたいなことしたいですね、うん、なんかあれですよね、大晦日にある笑ってはいけないで出てくる人ですよね。そういう人ね、そう、なんかわざとこうやってなんか足直したりして、はい、ね、芸人さんとかがパンツってなってどういうリアクションを取るんだろうみたいな、うん、そうやりたいですね。そういう企画持ち込んでください。結構なんかあのガチンコナイトではドッキリがドッキリが盛り上がっているので、はいはいはい、自分もねいつか多分はめられるんだろうと思って怖いんですけど、いつかはめられると、いつかはめられると、はめられるんでしょうね。どういう意味ですか、はめられると。あ、そうではないですよ、ま、罠にかかるとです、ね、罠にはめ、そんな大変な大変な番組ですよ、それは。なんかすごいドッキリね。そうです。まああれなんですか、それ、桜井さん別に被害者でもないし加害者でもないつもりなんですけど、うんうんうん、まあ、なんかあの初めてゲストに出て、はい、でその時その次の時にかな、はい、なんか某お笑い芸人さんと LINE を交換したふりをして、はい、なんか
なんか私フリをして、はい、そう、笹井さん結末知らないでしょ。はい、知らないです。どうなんですか、笹井さん聞いたらね、人間不信になるレベルの結末です。え、そうです、はい、実際にやり取りしてたのは私ではなく、ちんぺいさん。そう、あのお金、わざわざお金払って新しい携帯を用意して、それ桜井さんに渡して、で LINE 交換させて、でその携帯は男の人がね、そうです、帰る前にもう返しちゃって。私は何のやり取りしてたか全然知らなくて、で最初だけあのやり取り開始しましたみたいなことだけ報告を受けてて、でも途中でなんか途絶えたんですよ、その連絡が。だからなんかバレたのかなって私は思ったんですよ。なんか妙に、例えばなんか大釜っぽくなっちゃったみたいな、はい、わかんないけど、何々だわとか何々よねとかそういうことですか、ですわよとか、おかしいぞって思われたり、その私のツイッターとつじつまが合わなかったり、例えばね、バレちゃったから、まあこの話はなしでみたいな感じになったのかなと思ってたら、なんかあまりにかわいそうだから途中で止めたみたいな感じでなんか言ってらっしゃって、そのネタバラシをこの間、うん、放送で放送中にしたんで、ちょっとあれは本当にここから飛び降りる勢いでしたよね、彼ね。なんかちょっと本当にどうしようと思って、あれ、私が24時間に出た時にグラビアのことを交換して、その話ですよね、まさに。誰かあれば桜井さんとやってたつもりだったけれども、実は全然違うおじさんとやっていたっていうオチで、そう、なんかご飯誘おうかなみたいな、んかそしたらなんか返事がなんたらかんたらって言ってて、既読にならない感じで止まっちゃったみたいで、だからそれはもうね、もう悪いって、あの両親の呵責と言いますか、そういうところがあったわけですよね。あ、そう、いや、あれはね、ドキドキでしたね、本当に。だから桜井さんもいつかそのレベルの罠にはめられると、うん、怖いですね、はめられるわけですよ、うん、いや、めっちゃ怖いですね。でもそれを分かった上でガチ内のレギュラーになったと思いますので、そうですね、うん、なんかでも結構人間不信じゃないけど、うん、なんかなりそうですね。常にこれはドッキリかみたいな。最近どうなんですか、そのなんか食べる時とかもなんかいちいちドキドキして、なんかカメラ仕掛けられてんじゃないかぐらいの、楽屋とかね、ちょっとそれは気をつけてください。気をつけます、はい。で、桜井さんにね、そうちょっと聞きたかったことがあってですね、そう、はい、桜井さんの周り結構今フリーのグラドルさんとかもいると。そうですね、まあ、笹井さんもフリーなわけですよね、はい、そうですね、はい、フリーになりました。はい、フリーになりました。はい、どうなんでしょうね、今のフリーのグラドル業界、結構いろいろいますけれども、なんか危ない目にあったっていう話もあるようですし、でも逆にフリーはこれだけ美味しいみたいな話もありますし、そうですね、前回私の冠番組の方に出ていただいた子がフリーで活動していて、あかねさやちゃんっていう子なんですけど、チェルノブイリひよこさんではなくて、もうフリーで活動してますね。あかねさやさん、はい、で結構私が、番組に出ていただいて呼んだのはフリーの方が多くて、はい、で直接もやり取りしたりとかできたんで、うん、はい、すごい声かけやすかったりとか、本人でやり取りができるので、打ち合わせとかもスムーズにいったりしてて、その時もデメリット結構、はい、話してくれましたね。やっぱ単純にその金銭的にと言いますか、うん、中抜きがないから全部自分、それは絶対にそうですよね、撮影会とかもそうですし、でもやっぱでもきちんと自分でしっかりしてないと、やっぱりどんな人が近づいてくるかわからないから、その辺を見極めたり、あるいはなんか、まあ、マネージャー代わりじゃないけど、事務所の人じゃなくても大人というか客観的に見てくれる人とか、はいはい、信頼できる人がついてるっていうのは、はい、いいかもしれないなと思いました。やっぱそういう人がいないと、エロ話ちょっとしただけで送っていこうかって言っちゃうような、そういう風にそういう人が出てきちゃうみたいなことですよね。出てきちゃう。そうですよね。実際でも今の結構グラドルズ撮影会だったり、まあ、チェキね、いろいろやったり、あと何でしょう、パチンコ屋の営業とか舞台とか、そんな感じで、あとまあショールームの配信とかもありますし、はい、なんかそういうところって既存の芸能事務所が全然リーチできてない多分フィールドだと思うので、そういうところで全然中心にやってる子ってフリーでも全然お金は稼げるんじゃないかなと、思いつつね、あるんですけど、私この番組をやっていて、そうですね、多分桜井さん独立とかは、じゃあ独立なんか桜井事務所、私がプロダクションを立ち上げるみたいな感じです。エロ専門の、でもいつかはやってみたいですね。なんか私は一生この仕事をしていたくて、
そのまあグラビアとして活動できるのはまあ限られてきちゃうと思うんですけど、はい、でもまあできる限り、出てもいいよって周りが言ってくれる限りは活動して作品撮り続けていきたいですし、はい、まあそう自分が出なくなってもそういう関わって自分が作る側になったりとかしたいなと思ってるので、うん、あとはその女優さんとしてそういう映画に出たりとかっていうのも目標の一つで、うん、なのでそうですねプロダクションとかやってやったら、はい、やったらちょっと今目が輝きましたけどついてきてくれますかねなんか私結構桜井さん大丈夫行動力あるんで、うん、結構エロエロな感じになっちゃういいじゃないですか差別化できてますよ、うん、大丈夫ですか、ね、エロエロなプロダクションってことであそこにいる子はみんなエロい、うん、でもその一つ目標というか夢にしてることがあって私は今自分がやってるジャンルが、うん、グラビアと AV のまあ、境目というかちょっと過激化したグラビアみたいないわゆる着エロって今言われてる分野なんですけどその着エロの元々の意味の着イエロスっていうのが私はすごい好きなのでその下品な意味の着エロとか脱げばいいんでしょとかなんだろうここだけ隠せばいいんでしょとかそういうなんかエロスを感じない作品じゃなくてなんか本当にエロい本当の意味で着衣エロスの作品を作ったりしたいなと思ってて着エロっていう呼び方を変えたいぐらいでそのジャンルで行きたいです私は着エロと自分もやりたいし周りにも周りでもやってくれる人がいたらプロデュースしたりとか作品作りをしていきたいですねずっとグラビアは何歳ぐらいまでやる予定なんですかへーなんか自分の老化によりますね老化による、うん、出せるだって別に今30代でも普通にグラビアやってる人いっぱいいますし、うん、ちょっとそうなんですよね最近は綺麗な美しい30代の方もいらっしゃって、うんうん、そういう風になれたら、うん、やっぱり自分も出ていきたいなと思いますし、うんはいね、杉本彩さんとか、うん、もうどこまで行ってもセクシーだし綺麗だし、うん、なんかそういう風にいられたらずっと出ていきたいなって思います、はい、ゆくそしてまあ21世紀のセックスシンボルになる、はい、ということでね、に向かって突き進んでいきたいと思います、うん、いやいやいやなんかね非常に今日は、ね、身のある話を下品な話から身のある話までいろいろお伺いできたかと思いますけれども、はい、桜さん告知はじゃあもうあと3分2分半かあはい、はい、なのでそうですね今週ちょっと飛んでました、はい、また25日ガチナイト、はい、ガチンコナイト出演させていただきます日曜8時から10時まで、はいはい、あとは、その前の日になっちゃうんですけど24日クリスマスイブにミストスポ、2016でバンドライブをやります。あんまりチケットが売れてないので私が個人的にチケット売りたいと、はい、売りたいっていう気持ちです、はいはい、ですかね年内結構バタバタとするんですけどはい、応援して見守っててください。よろしくお願いします。24、25両方仕事っていうのは嬉しいのか悲しいのかあれですけどね。本当にありがたいです。 ありがたいですか。ありがたいです、うん、逆に1月の仕事募集してます。関係者の皆さんよろしくお願いします。1月の仕事募集中ですと、はい、連絡先はどうですか。この CM のアドレスいいですか。そうですここで来ちゃうとね、はい、そうですね。あでも大丈夫です。大丈夫ですか。ツイッター、まあ、DM、まあ、いろいろ事務所が見てるんですけど、はい、この DM の方に案件送っていただいても大丈夫ですし、うんうんうん、はい、はい、インスタフェイスブックもやってます。はい、わかりました。で、まあ、うん、当番組北千住アイドルビジネス研究所、はい、今日がまあ12月21日、まあ、6月から続けて、まあ、半年間続けてきまして、はい、まあ、ちょっと今日でまあ一段落、まあ、一区切りつけようかなと思ってまして、はい、まあ、ちょっと今後はですね、まあ、時間があればなんか私の余力があれば不定期にやっていこうかなぐらいの、はい、ね、Cウェーブだから許される、やりたいとき、できたい、できるときにやるぐらいのスタンスでちょっとやっていこうと思ってますので、はい、まあ、皆さんぜひ今後とも、はい、お時間ありましたらCウェーブスタジオ遊びに来ていただけると助かります、はい、幸いでございます。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。あと50秒、まあ、ちょっとなんか桜さん、はい、どうぞ50秒つないでください、うん、はい、すごい自由な感じで、はい、はいはい、そうですね。あ、まあ、笹井さんと一緒になんかね、ちょっとお話しながら、はい、AV の話になっちゃいますよね。AV の話になっちゃうとですよ。最後の最後の30秒盛り上がって切れるみたいな感じ、うん、いいと思います、いいと思います。あ、続きはね、その25日、あ、そうですね、25日に一緒に出演させていただくので、はいはい、ね、その時はお酒を飲まれるんですか、うん、
ちょっとシラフで無理そうだったら途中で飲み出すかもしれない。まだちょっとなんかでも今言っちゃってるから大丈夫ですよね。はい、はい、ということなので、はいはい、25日のガチンコナイトも見てください、はいはい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さよなら。